と思います。名字なんて読むんですか？これなんか結構聞かれてたな。関城みこって言います。関せせ SE 関城みこ。OK？ 覚えた？青りんご好きなの？うん、別に。別に。別に。青りんご緑色だったから、緑色のものを選んだんだっけ。さくらんぼの方が好き。次。女性にこんな質問するのはあれなのですが、どうしても気になるので質問します。巫女様はおいくつですか？可愛らしい巫女様ですから、何歳であっても関係ないと思います。パトラちゃん様が、9007歳だそうですから、やはりそれくらいなのでしょうか。バトラちゃん、バトラちゃんはさ、9007歳なんだ。バトラちゃんはね、多分ね、生まれたてだからね、まだ9007歳じゃないよ。バトラちゃんまだね、一桁歳だよ。完全一桁歳。一桁歳。僕の年齢はですね、まあ、パトラちゃんよりかお姉さん、お姉さんだから、僕はパトラちゃんよりお姉さんだから、9歳じゃ、8歳。8歳にしよう。8歳にしましょう。9歳、8歳。そういえばなんか、今日あれだ。ちょっと、寝てたから、何をするか忘れてしまった。何をするって言ってたんだっけか。ちなみにあれです、僕の枠は、パトラちゃんみたいに、歌ったりとか、多分エリちゃんも歌ってたと思うんだけど、歌ったりとかはないね。マシュマロ、あ、マシュマロね。そう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 。さすが、覚えてた。覚えてたよ。覚えてたんだよ。これがな。これが覚えてたんですよ。僕、覚えてる。記憶力。これだ。マシュマロ。マシュマロ。マシュマロ今日、読めなかったやつが、動画にして、投稿したいと思います。覚えてた、覚えてた。覚えてた、覚えてた。さすみこ。でしょ？やめて。やめて。じゃあ、何を読んでいきましょうかね。何をね、読む。眼帯で隠している方の目は見てしまうと、やばい魔眼だったりします？うん、違う。これ片方の目は物もらいなんだよ。人間の世界にあるでしょ、物もらい。魔界的物もらいをね、生まれた時からね、患ってるから。そう。物もらいが治らないから眼帯してるの。っていうのはまあ冗談なんだけど。で、まあなんか続けてきてる質問で、目の色どうなってるんですか？眼帯で隠されてる方の目の色はどうなってるんですか？みたいな感じの質問があるんだけど、眼帯で隠されてる方の目の色は、出てる方の目の色とは違いますとだけ言っておく。うん。オッドアイなんです。オッドアイ？なんかさ、音のあれがわかんないんだよね。オッドアイ？オッドアイなんですよ。僕の目、オッドアイです。いつか外す？あのね、これを外してしまうとね、人間界は一瞬で滅びるから、魔王から、外すなって言われて、こう、つけられてきた。
でもこの眼帯のマークは、僕のマークにしていきたいなと思ってるので。で、なんかあれ、ツイッターのさ、絵文字にしてたの、この眼帯のマークに似てるから、この絵文字にしようかなと思って。うん。だから、ニコちゃん参加に入りたい人は、この、なんか、このマークを、つけたまえ。これ何のマークなんだろうね。僕ずっとヤギだと思ってたんだよ。ヤギマークだと思ってて最初。だからヤギをさ、絵文字に入れようかなと思ったんだけどさ。なんか、ヤギがさ、尻尾の構造が気になります。自分で動かせたりするのでしょうか？触覚のようなものなのでしょうか？まあ、尻尾は自分で動くんだけど、そういう触覚っていうか感覚はあるよね。だから尻尾を踏みがち。ハニストのね、お店の中でみんなね、お店が忙しいとするじゃん。わあ、忙しい！バタ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 ってなってたら、ブチって踏んで、痛い！やめて！ってなりがち。長いんです。ボイチェン使ってますか？ボイチェン？ボイチェンってどういうこと？声を変えられるってこと？使ってない。使ったことないわ。ボイチェンは何？買うものなの？ボイチェンっていうソフトなの？ソフトを買うの？それともなんかパソコンみたいに買うの？それひどいのか。あ、ボイチェンっぽい声だっていう冗談ね。ボイチェンの声がわかんないんだけど。フリーのソフトもあるよ。なんかグミみたいな声してますね。グミってどれ？お菓子の。お菓子のグミ。だから家の飲み物がさ、もうなんかお茶とか水がなくなってしまって、今牛乳飲んでるの、牛乳。牛乳好きだからさ、牛乳飲んでるんだけど、めちゃめちゃ絡む牛乳が、ボーカロイドだろ？ボーカロイドのグミ？あー、ボーカロイドのグミ？でもなんかね、ボカロは、あれあれ。くさくさ、お腹壊しそう、そう、お腹壊しそう。パトラッシュの足臭い？パトラッシュ？パトラッシュ？パトラちゃんのこと？パトラちゃんの足？パトラちゃんの足はね、カニカマの匂いが、パトラちゃんもカニカマの匂いがするんだよ。美味しい。食べがちだから、パトラちゃんのボディを。ひどい米拾っててくさ。ね。ほんとだよ。目についてしまったんだよ、たまたま。なんか、良い感じのさ、コメントをさ、拾わせて。拾わせてくれ。今までで一番のいたずらって何ですか？今までで一番のいたずら？パトラちゃんが冷蔵庫で物食べてる時に冷蔵庫の蓋の前に戸棚を置いたことかな。